久保さんやっぱねカリオストロの城はね名作ですよ名作ですあれはねあのー、まあね銭形の銭形もおっさんもねずるいかもしれないですけど心を奪われた僕たちもずるいかもしれないですね <laughs> まあその解釈の仕方ですよね心を奪われた僕たちがずるいという解釈はどういうことっていうことをその解釈できるかどうかっていう まあその受信力にもよると思いますけど <laughs> うんだからまあ今の話をねあのもっと拡張させるとずるく生きるってことですねずるく,く生きるどうその、まあ、か言葉を言葉をきれいにすると賢く生きるっていうところもあるけどずるく生きる方がなんかしっくりくるかなそうずる賢く生きるずるずるずるく生きるっていうだってみんなずるくないですか 久保さんもずるいですよね。ネットを使ってね、隠、う、居、ん、ですみたいな。他の人から見ると、ずるくないですか俺はこんなに一生懸命働いてるのに、<laughs> なんだこいつみたいなね。<laughs> ずるくないですかでも、ずるく生きた方が勝ちだと思います。勝ちというか、まあ、ずるく生きた方が自由な生活は得られますよね。うん。別にいいんじゃないですかあの、な捕まるようなことしなければ <laughs>。ずるく生きましょう。いってらっしゃい。